渋みるいわき。いわき市の旬の情報を伝える渋みるいわき。今回のテーマは芸術の魅力を発見、お出かけアリオス。いわき市立上田東中学校に美しいメロディーが流れていました。この日行われていたのはお出かけアリオス加藤正則ピアノ声楽コンサート&ワークショップです。アリオスの中で様々な音楽ですとか演劇、ダンスなどいろいろな公演やってるのはもちろんなんですけれども、いわき市とても広いのでなかなか足を運べなかったり、例えば子どもたちも親御さんと一緒に送ってもらわないと来られないという子もたくさんいると思うので、そういった遠方の方にも気軽に生の芸術に触れてもらえるように、私たちアリオスからお出かけをして、身近で気軽に生のそういった芸術に触れてもらう機会をたくさん作るためにお出かけアリオス実施してます。上田東中学校にお出かけアリオスでやってきたのは作曲家でありピアニストとしても活躍する加藤正則さんと、オペラをはじめ多くのコンサートに出演する中島彩香さん、大平増博さんです。ネットが今その自分の手の中で好きなものが見れるっていうのはありますけど、人間のこう五感でその時の空気だったりそういうものをこう感じて得るものっていうのはやっぱりまだいくらこういうものが発達してもそこには全然追いついてないと思うんですよね。でそういうものを感じれる箱がそのあるんだよっていうことを、こうした地道な活動の中で少しずつですけど増えていくことは、結局それは文化を育てていく、文化が発展していくことだと思うし、そういうふうに発展していくということはまた経済活動とは違う意味での豊かさをもたらしてくれるのかなと、とても意義のある活動だと思います。この日のお出かけアリオスでは10月に合唱コンクールを控えた生徒たちのために歌のレッスンも行われました。頭から糸が一本ピーンとあって、それが天井にくっついてるように、まずはこういう姿勢を作って歌うってことがまず一番最初にやるべきことです。最後はオペラも披露され、生徒たちは音楽の魅力や楽しさに触れていました。オペラとか今までテレビとかでしか見たことなくて、で初めて現実で聴いてすごく感動しました。姿勢とかがやっぱり大切で、音楽の先生などに教えてもらったことはやっぱりすごく大切なんだなって実感しました。今日学んだこと、声の大きさやどうしたら響くのかなど教えてもらったことを活かしながら、みんなで協力していい演奏ができたらなと思います。いわき市ではこれからも市民の皆さんに芸術の面白さや魅力を発信するための取り組みを続けていきます。